フライパン一つだけで熱々のグラタンです。あ、これはうまいわ。皆様こんにちは、チャッキーです。今回はね、ちょっといろいろ調べたらね、めちゃくちゃ面白いレシピがあったんでね、早速作ってみました。なんとね、フライパン一つだけでね、仕上がる熱々のグラタンです。焼かないんです。あっという間に作れて、むちゃくちゃ美味しかったんでね、簡単な作り方を紹介させていただきます。それでは今日もポチャッと作るか。おう、まずは材料から紹介させていただきます。今回はね、牡蠣とベーコンのグラタンを作りますので、加熱用の牡蠣、ベーコン、玉ねぎ、塩と胡椒、牛乳、小麦粉、バター、とろけるチーズ、材料は以上です。まずはね、フライパンを用意してください。蓋付きのフライパンがいいです。準備しておいた材料、牡蠣、こちらの牡蠣はね、きっちり下処理をしてからね、キッチンペーパーなどにあげて水分を切ってあります。詳しい下処理の仕方は以前紹介してますんでね、概要欄にリンク貼っときますので、そちら参考にしてください。あとね、ベーコン、玉ねぎ、バター、小麦粉、そして牛乳ね、こちらをすべてフライパンに入れてください。フライパンにね、チーズと塩コショウ以外の材料をすべて入れたらね、かき混ぜてください。全体的にほぐれるように混ぜ合わせます。しっかりと混ぜ合わしてね、小麦粉とかが馴染んだら、このまま弱火にかけていきます。材料をしっかり混ぜ合わせたらね、火にかけてください。火力はね、弱火ぐらいで大丈夫です。このままね、沸騰してくるまでね、ゆっくりと温めて、牡蠣と玉ねぎ全体的に加熱して火を通します。弱火でゆっくりね、加熱して沸騰してきましたら、最初のうちは大丈夫なんですがね、だんだんと煮詰まってとろみがついてきますのでね、焦げやすくなりますんで、時々鍋底からしっかりね、かき混ぜながら焦がさないように、弱火のままね、だいたい10分前後加熱して、しっかりと全体的に火を通してください。ゆっくり煮込んでいる間にね、こう鍋底をかき混ぜながら焦がさないように注意してください。10分ほどね、煮込みましたら、ここでね、塩コショウして味を整えてください。一応ベーコンとかからもね、塩味が出てきますんで、自分のお好みの塩加減にしてください。胡椒はまあお好きな方はたっぷり入れてくださいね。全体的にかき混ぜて、塩胡椒で味を整えたらね、自分のお好みの塩加減にできましたら、とろけるチーズですね、こちらを全体的に上にばらけさせてのせます。まあチーズの量はね、お好みでも大丈夫です。この状態で蓋をしてください。あとはね、1分ぐらい弱火で加熱して、チーズが溶けたらもう食べれちゃいます。よーっと完成です。はい、完成いたしました。こちらがね、フライパンだけで作れる簡単なグラタンです。もう焼いたりもしませんのでね、めちゃくちゃ簡単にすぐに食べられちゃいます。ちょっと今回ね、緑のもんとか入れてなかったんで、彩りが悪いですけども、あの具材はね、お好みなんでね、あの好きな食材を入れて同じ手順で作っていただいたら、いろいろとアレンジもできます。もちろんね、焼きたい場合はこの状態で器なんかに移し替えて、オーブンやオーブントースターで焼いてね、表面はあの焦がしていただいたら大丈夫です。まあ、とにもかくにもとりあえず味見したいと思います。それでは手を合わせてください。ポチャラギます。
いただきます。まずは一口いきたいと思います。いや、もういい感じですね。これめちゃくちゃ美味しそうです。なんちゃってホワイトソースですからね。あ、うまっ。あ、これはうまいわ。ゆっくり弱火で煮込んでるんでね、もうベーコンと牡蠣の美味しさがね、全体的に広がってますね。いや、これは美味しいぞ。もちろんね、このフライパンのまま食べちゃったらね、洗い物もこれだけなんで最高です。まあ最初はね、材料ちょっと説明するのに小分けにして紹介しましたけど、自分で作るときはね、もうフライパンに全部掘り込んでいったら終わりなんでね。チーズもね、もう適当に一つかみバサッと上に乗せてくれたら大丈夫です。うん、これはうまい。あっという間に作れますね。もうだいたい15分ぐらいじゃないですかね。ちょっとね、香ばしさも欲しいんでね、バーナーで炙っちゃいましょうかね。絶対美味しいと思いますよ。はい、バーナーでちょっとね、表面を炙ってみました。バーナーがあればね、料理の幅も広がりますしね、簡単にこういう香ばしい香りをつけることもできます。いやー、めっちゃ美味しそうやわ。うん、やっぱりこう表面を焼くと香ばしさもプラスされるんでね、さらに美味しくなります。まあもちろん全然焼かなくてもね、十分美味しいです。寒い冬はね、やっぱりあったかいグラタン食べたくなる季節だと思うんでね、これはむちゃくちゃ美味しいんでね、ぜひね作ってみてください。やばいっす、うますぎました。やっぱね、お好みの具材を入れてアレンジできるんでね、最高だと思います。うん、マジうまい。はい、ということでね、今回はフライパン一つでね、簡単に作れる熱々グラタンを紹介させていただきました。ぜひね、寒い冬の間に一回作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。ありがとうございました。